脳法性繊維症は遺伝性疾患の一種で、常染色体劣性遺伝を示す。白人に高頻度で見られ、欧米白人では2500人に1人発病し、患者数は3万人、最も頻度の高いユダヤ人のアシュケーナジーでは25人に1人は、保因者である。原因は、塩素4チャンネルの遺伝子異常で、水分の流れに異常をきたし、粘液の粘度が高くなる。 微重の粘性が強くなると副鼻空に痛みを感じ、胆の粘性が強くなると、軌道を閉塞し肺炎を繰り返すようになり、ついには、気管主拡張症を起きたす。アレルギー性気管支肺やスペルギルス症も、併発しやすい。胆重の粘性が強くなると、胆積を起こしたり、水炎を起こしたり、肝機能障害からついには肝硬変を起きたす。ただし軽い場合は成人後発病をすることもある。 診断基準、診断のカテゴリー、重症度分類は、下記の通り。水害分泌不全呼吸器症状体弁性イレウス、家族歴汗中塩化物イオン濃度 BT 一波橋県、70%以下、または、ベンチューエラスターゼ、200G、G 以下を水害分泌不全とする。汗中塩化物イオン濃度の異常高値に加え、特徴的な呼吸器症状を示すもの。 汗中塩化物イオン濃度の異常高値に加え、水害分泌不全、耐便性イレウス、家族歴のうち二つ以上を示すもの。臨床症状のうちいずれか一つを示し、二つの病的な CFTR 変異が確認されたもの。汗中塩化物イオン濃度の異常高値に加え、水害分泌不全、耐便性イレウスのいずれか一つを示すもの。 汗中塩化物イオン濃度が境界領域であり、特徴的な呼吸器症状を示すもの。汗中塩化物イオン濃度が境界領域であり、水害分泌不全、体便性イレウス、家族歴のうち二つ以上を示すもの。臨床症状のうちいずれか一つを示し、一つの病的な CFTR 変異が確認されたもの。ありがとうございます。